ついに中国市場最大規模の破綻。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。ここ数ヶ月間、ひたすら中国市場の危険性を訴えてきましたが、ついに市場最大規模の金融系破綻が起きてしまいました。破綻したのはシャドーバンキングの一つである John Z エンタープライズですが、本日の記事でついに破綻を申請したことが判明しました。この John Z は中上さんと書きますが、中国で破綻した企業の中では最大級の一つで、 中国国内の不動産市場と密接に関係していた金融機関でした。ただこれは中国単独の問題ではありません。なぜこれが起きているのかは過去の動画で細かく解説していますが、一つの大きな理由が世界中で蔓延しているドル不足です。 これによる影響は中国だけではありません。本日発行されたこの記事では、欧州もリセッションの警告音が鳴り響いているという記事が発行されました。では、米国だけは別問題なのかというと全く同じです。本日、ブルームバーグから発行されたこの記事では、今週から投資家が急に歴史上とんでもない速度で現金ポジションを積み重ねていると警告しています。実際、今週の S&P500 の株価はボロボロで、そもそも年末から続いていますが、この記事では、米国株の今年の のの行方は最初の5日間で決まるととと言言わわれれてていいままますすなんとその確率は83%と言われています、ま、だ今年になってから5日間は終わっておらず、あと1日残っていますが、現時点での状況では今年の米国株は絶望的になる可能性が高くなっています。そもそも現在の米国経済は散々たる状況です。まずこれも本日発行された記事ですが、2つのことが書かれていて、1つ目は銀行救済支援額が急激に増加している。つまり銀行のマネーがどんどんと溶けていること。 そして2つ目が銀行から流出している分も含めてマネーマーケットファンドへの資金流入額がシリコンバレー銀行破綻危機以来最大規模となっていると書かれていますもともと銀行の経営状況が悪化してこのままだと銀行に預けておくのは危険だということで銀行の預金流出が止まらずシリコンバレー銀行は破綻してしまいましたがそれと同じことが現在進行形でまた起きているということですこのチャートはマネーマーケットファンドへの資金流入額を示しており下の棒グラフは毎月の変動率 ででですすすががそそももも長期でひたすらら上がりのチャートとととななってていいいるところにさらにさ今週はとんでもない増加を記録しています去年の3月、シリコンバレーバンク、シグネチャーバンク、ファーストリパブリックバンクなどが破綻し、小さいところも入れるとさらに破綻している状況ですが、これらの破綻を食い止めたのが BTFP と呼ばれる銀行救済支援策です。これは資金が枯渇している銀行に FRB から融資という形で資金を提供するプログラムですが、残念ながらこの BTFP はあと2 2ヶ月で終了すすることになっています果たしてこの BTFP が終わったら銀行はどうなってしまうのでしょうかもしくは延長するにしても、どこまで本来潰れてかるべき銀行をゾンビのように生きながらせておくのでしょうかなぜ銀行がそこまで重要なのかというと、米国経済はデッドベースマネれたりシステムだからです。借金をすることで新たなマネーを市場に供給し、そのジャブジャブになった市場で経済が発展するようなシステムですが、逆イールドが発生して銀行の経営が厳しくなってくると、銀行 は融資をしなくなくります基本的に銀行というのは皆さんからの預金に対して短期金利を支払ってその預金で集めたマネーを企業やビジネスに回して長期金利で儲かるシステムを構築しています通常長期金利の方が短期金利より高い順イールドと呼ばれる形になっていますので銀行は預金者に対してごくわずかなマネーを払って企業などに大きな対価をもらうようにできていますしかしながら逆イールドになれば長期金利より短期金利の方が高くなってしまうので融資をくなってしまうので しなくなります融資をしなくなればこれまでのように市場にジャブジャブのマネーで満たすことができなくなりますので経済が一気に減速するんですこれが逆イールドによってリセッションが起きるメカニズムですこのリセッションの中では企業が倒産したり従業員が解雇されたりと落ちるところまで落ちて経済が一旦リセットされることになりますがその兆候がもうすでに見られ始めていますこの記事では2013年のリストラは前年比で98%つまり2022年の倍近くのリストラ が起きてており企業ががコストトカットモードに入っいいるという記事が発行されましたまたこれはほんの数時間前に発行された記事ですが FRB が利下げをするのが遅すぎたせいで2024年に起きる銀行の連続破綻を食い止めることはもう不可能だという記事も出てきていますでも昨日の雇用統計は力強いっていろんなユーチューバーが言ってたよというかもしれません確かに失業率は予想3.8%に対して結果3.7% 人人にに対対しししてて結結果果万人でで平均時給増増の予想加たこれらの数字だけを見ると失業率も低いし、非農業分、雇用者数も多いし、受給も上がっている。文句は全くない。このように多くの YouTuber や SNS で言われていましたが、それは全員騙されています。これは雇用統計速報ライブの時も申し上げましたが、速報ライブの後もデータを分析していたらもっとひどい状況であることが分かってきました。果たしてそもそもも 労働市場は力強いいいののかという疑問が湧いてきましたのでここについて少し分析していきましょう。ここにはいくつかの疑問がありますので、一つ一つ見ていきましょう。まずはじめ、確かに雇用者数が増えたのは事実ですが、では誰がどの程度増えたのか、ここが重要となってきます。雇用統計はビューロブレイバースタティスティックス通称 BLS が発行していますが、その一時ソースを隅から隅まで見ていきましょう。まず、今月非農業分雇用者数が増えたと言っていますが、実際に には正社員は11月の1億3472万7000人から12月は1億3319万6000人に減った。 いいるるんんでですすそのの差は153万人の減少になっているんですもう一度言います153万人の減少になっているんです。じゃあ、どこが増えたのかというと、パートタイムで76万人増えているんです。もう少し言うと、この正社員の定義は、毎週35時間以上の労働をしている人としてカウントしていますが、実際にはアルバイトも35時間以上の労働をしている人も存在しています。つまり、アルバイトが増えているんだとすると、実際見えている以上に正社員は減少している可能性もあるんです。 それだけではありません。二つ目の疑問として、そもそもこの21万6000人の機能業部門雇用者数が増えていると言っていますが、問題は純増なのかということです。ここで今回の動画をご視聴いただいている方にお得な情報を紹介いたします。私がいつもライブや動画で使っているこのトレーディングビューですが、無料版だと機能が制限されていて、例えば同一タブでチャートが一つしか表示できないとか、インジケーターも三つしか表示できないという欠点があります。これをもっと高機能にするためには、有料版に切り替え 控えていただく必要ががありますが今回紹介するのはなんとこれを無料で使える方法をお伝えしたいと思いますやり方は簡単で LINEFX の講座を解説するだけですもう一度言いますが LINEFX の講座解説をするとトレーディングビューを無料で使えるようになりますなお LINEFX の強みはこのトレーディングビューを使えるだけではなく LINE を使っている方なら経済指標や市場の急変動を LINE でお知らせしてくれまた FX 業者の中でもかなりスプレッドが安いためお得に取引が可能ですでも講座解説の 申請して数日後に使えてもだるいなぁと思っている方は安心してください。申し込みは最短3分で完了し、最短当日から取引できます。もし FX 講座をどこにしようかなと思っている方がいらっしゃれば、ぜひ LINEFX を使用いただき、無料でトレーディングビューを使ってみてはいかがでしょうか。それでは動画に戻ります。 まず雇用統計には2種類の統計を出しています。ハウスホールドデータとエスタブリッシュメントデータです。ハウスホールドデータは1件1件のお家に電話してあなたの家族で誰がどの程度の時間働いていますかこう聞くわけです。一方でエスタブリッシュメントデータは企業ごとに担当が決まっていて、その企業の人事部や総務部に電話をしてもしもしあなたの会社は今月何人の従業員を抱えていますか こうやって聞いて出した統計が216,000人でしたが、ちょっと待ってください。この統計にあるように、米国のインフレはとんでもない状況ですので、仕事を掛け持ちする人たちがかなり上昇しています。昨日の統計では856万人もの人が仕事を掛け持ちしていますが、これは1年前の802万人に比べると50万人以上も増えていることがわかります。つまりこういうことです。216,000人の中には仕事を掛け持ちしている人が多く存在しているということです。SW エスタブリシメントデータにはダブルカウントがあるということで例えばアップルに電話をして1000人働いていますアマゾンに電話して800人働いていますそしたらエスタブリッシュメントデータには1800人の労働者がいるとカウントしてしまうんですしかしながら実際にはアップルとアマゾンにパートなどで掛き持ちしている人が500人いたら本来は1300人が正しい計算になるはずなんですここで頭のいい人は気づくと思うかもしれません じゃあハウスホールドデータで労働者をカウントすればいいんじゃないか。 こう思うと思います。ご名党です。では実際のハウスホールドデータを見ていきましょう。そうすると実際は働いている人も働くなった人たちも含めて全員含めて前月から今月にかけてカウントした人たちは16万9000人も増えているのにその中で働いているつまり雇用者数はなんと68万3000人も減少しているんです。もう一度言いますが雇用者数は増えているのではなく実際には68万人以上の減少が起きているんです。そしてリストラや辞職も含めて 失業した人た人ちはなんんと6万人増加しているんですもちろん統計データですのでどちらが母数が大きくなるのかという問題では一件一件おうちに電話して聞くよりも働いている現場である企業に電話する方が効率がいいのかもしれませんそういう意味で BLS はエスタブリッシュメントデータの21万6000人の増加を生として言っていますがここにはダブルカウントもありますと添えて出すのが本来の正しいデータであるはずですでは仮にこのエスタブリッシュメントデータが正しかったとしてもう少し分 分析ししていきましょう皆さんご存知の通りこの統計には季節変動などを考慮して補正係数がかかっています。 つまり本来12月は増えるべきだからその毎年の増加分を相殺するような形で補正するような計算が裏でなされてたりします。ここで疑問に思うのはでは実際の生データはどうなっているのかです。最後にそれも見ていきましょう。ちょっとめんどくさいんですがそれも BLS が隠し持っているので全て皆さんにお伝えしていきます。おそらくこんなところまで重箱の隅をつくような分析するのは日本でも世界でもこのチャンネルだけしかいないと思いますのでいつか米国政府に消されるかもしれませんがこのチャンネルで すててを追っ広げていきますこの見方は以前の動画でも解説したのでやり方はいいとして実際のデータがこれですまずは政府も民間も全て含んだ労働者数の生データですが11月は1億5839万5000人でしたがなんと12月は1億5822万8000人になっていますそうです エスタブリッシュメントデータでさえも生データは17万人も減少しているんです。公のデータはここにいろいろな怪しい補正をかけて21万6千人と言っていますが、実態の数値としては17万人も減少しているのが事実なんです。では民間もついでに見ていきたいと思いますが、民間の11月の労働者数は1億3499万3千人でしたが、12月の労働者数は1億3493万人となっていて、 ここも6万人の減少となっています。 BLS は胸を張って21万6千人も労働者が増えている。労働市場は堅調だと言って、メディアも YouTuber もみんな無邪気にこの数値を中身も見ずにそのまま発信していますが、それら事実は全て嘘なんです。皆さんぜひ気づいてください。我々が見ている数値は本当に正しい姿を見せているんでしょうか。12月にも、米国の労働市場は堅調だ、景気はいい、今が買い時だと叫んで、なおかつここでレバレッジ商品を買うんだという声が SNS や youtube で聞こえてきました こういうことを言えば、ああ、新忍者を買っていいんだ。米国株だけが正解なんだ。このような確証バイアスを利用して、SNS などでは買いを煽るような発信が多くあります。今回のこのデータでお分かりになったと思いますが、それらは全て自分たちのフォロワー集めや視聴回数を稼ぐための騙しであることに今すぐ気づいてください。そのような SNS や YouTuber は見ないでください。今すぐ解除してください。今回の件で言うと、非農業部分、雇用者数21万6000人、失業率3.7%と、そのまま発信 し発信している人は何も理解していない人もしくはフェイクニュースをあたかも事実であるかのように伝えている人ですので信頼しないでください少なくとも投資をする上ではリスクが常につきまといますそのリスクを正しく分析する能力のある人が発信する情報以外は見ないでくださいでないとその時点で情報弱者になってしまいます本日の動画はここまで今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですままたまだチチャャンンネネルル登録されていないな方は是非チャンネル登録 通知ボタンの設定ををいいたただだければ米国株投資ででで重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます最後にお知らせですが、全米第2位の超有料証券会社のウィブル証券がついに待望の日本上陸ということで、これを記念して、レバナス1本リーマン特別限定動画をプレゼントいたします。通常の YouTube では見られないエッジの立った動画ですが、今後の米国経済に投資する上で確実に知らないといけない内容についての動画となっています。この特別限定動画をご視聴いただくには、概要欄 にあるリンクから無料の会員登録と口座開設をして1回の少額の取引をしていただくだけでその資格が得られます取引は1回の少額で問題ありませんまたこの特別限定動画のプレゼントだけではなくこの概要欄にあるリンクから登録いただければ条件達成でなんと全員に2000円のプレゼントと最大5万円の抽選プレゼントの企画もご用意しておりますこれらの企画は突然終了する可能性もありますのでお早めに申し込むことをお勧めいたしますそれでは特別限定動画にて皆さんとお会い できる日を楽しみにしています。それでは終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。